本日はご来店くださいまして誠にありがとうございます。クリーニングセンター屋内運動場、赤ちゃんパンダとお母さんパンダのご覧のお客様でご案内申し上げます。開始前ただいま公開混雑しております。どうぞ後ろの方と交代しながら皆様ご配慮までご観覧をお願いいたします。なお赤ちゃんパンダ獣医院は9月18日に誕生いたしました。生まれた時の体重は 197g、 そして本日の体重は 4675g まで成長しております。今月初めぐらいから目が開くようになり、最近では大きちょっとさ、そこ手をあれじゃない、わかんないな。じゃあちょっと後ろの方も見えやすいように前の方の方は少ししゃがんでご覧ください。また時々後ろの方と交代もしていただき、皆様のご配慮ご協力をよろしくお願いいたします。交代していただいて、あの終了とさせていただきますので、一番前のお客様を恐れています。